こんにちは。教育を裏から伝えていくノイタキュードの北岡と申します。今回の教育キーワードは自己肯定感というものでして、今回それをテーマにお話をいただくのが聖セシリア女子中学校高等学校の教頭先生で、また入試広報部長でいらっしゃいます大橋隆之先生にお話を伺うことができました。大橋先生、お忙しい中どうもありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。で、ちょっと最初に裏話的なものから入ってしまうんですけれども、自己肯定感っていうものをテーマに、機構にこう依頼を送った時に、その先生としてはあまりこう自己肯定感っていう言葉自体は意識はされていなかったっていう感じなんですかね。そうですね。自己肯定感というのを、口に出すことはほとんどありませんでしたので、どういったテーマなのかなって正直思いました。はい。で、そのご依頼を受けられてから、例えばこう生徒様に聞いてみたりとか、こう今までのこう活動とかを振り返られた時に何か思われることっていうのができたんですか？そうですね。卒業生が遊びに来た時に自己肯定感を感じることあるとか、ちょっと先週だったか聞いてみたんですけれども、やっぱりこういうふうに自分が認められた時が嬉しかっただとか、こういう時に声をかけてもらったのが嬉しかっただとか、やっぱり自分の存在を認めてもらえてるんだな、自分はこういうところで活躍できてるんだなっていうことが嬉しかったですとか、そういった言葉を聞いて、結構学校教育のいろいろな場面で、自分を肯定する部分っていうのは多いのかなっていうのは分かりました、はい、ありがとうございます。機構では卒業生アンケートというのを毎年取られていらっしゃるんですか？あ、そうなんです。それで、その自己肯定感を表すものは何か素材としてないかなって考えた時に、高校3年生に毎年、卒業生アンケートというのを取っていて、これは担当直入に6年間聖セシリアで過ごしてどうでしたかというものなんですけれども、今年の2月の回答に関しては、例えば学校生活はどうでしたかという回答で、回答者5つあります。とても楽しかった、楽しかった、どちらかというと楽しかった、どちらかというとつまらなかった、つまらなかった。で、この中で回答がとても楽しかったが 71% で、楽しかったが 29%、 この上の2つの項目で 100% になりました。で、もう1つは聖セシリアに入学してどうでしたか、これも5つの回答者があったんですが、とても良かったが 73% で、良かったが 27%、 これでも 100% ということで、全員がセシリアに入学して良かったっていうことは、卒業した時にもう完全に自己肯定感っていうのが高められていたのかなっていう一つの裏付けかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。あ、じゃあもうこの、つまらなかったっていう子がもうゼロだったってことなんですよね。もう全くいなかったです。どちらかというとつまらなかったというのもいなかったですし、で、さらにはその回答に関しても理由を述べてもらっているんですが、後悔は何一つありませんとか、全てやりきりましたとか、自分のことが好きになれましたとか、自分の居場所を見つけられましたとか、これって全て自己肯定感が高まっている部分かなというふうには思いました。はい、ありがとうございます。正直自分自身の中学高校生活を思い返してみて、そのどちらかというと自分は自己肯定感というのは多分低い方の人間あ、そうですかなんですよね。で、多分自分がこういうアンケートを取ったら、あんまり大きい声では言えないですけれども、つまらなかったの方に入ってしまうような気がしてしまうんですけれども、機構では取り組みといいますか、なんかそういうものの一つとしてエンカウンターというものがあるんですか？そうですね。まず入学してすぐに、これは自己肯定感というのを結びつけるつもりはなかったんですけれども、そのエンカウンターというのは人間関係づくりを支援するためのプログラムで、その中にはグループ活動ですとかゲーム的な感覚によって自分のことを知る時間であったりとか、周りの友達のことを知る時間があったりとか、特に中学1年生2年生ではまず人間関係づくりを良くすることが学校生活を送る上でもとても大事なことですので、そういった活動を通して
まあ、お互いのことをよく知るという時間を設けています。例えば具体的にどういった活動をされているとかって、例えば中学1年生の時にエンカウンターの一つのタイトルに素敵なあなたというのがあるんですね。でこの素敵なあなたというのは、まあ、2週続けてやるんですけれども、まず、1週目にはその6人のグループで、素敵な人ってどんな人だろうというようなテーマで話し合います。でそれを、まあ、ちょっと幼い感じになるかもしれないんですけれども、リンゴの実にこう書いていくんですね。これはこういった形のものなんですけれども、例えば、素敵な人ってどんな人だろう、気配りのできる人とか時間を大切にできる人だとか、大変な時に手伝ってくれる人だとか頼りになる人だとか心が広い人だとか、そういう素敵な人ってどんな人かっていうのをまず1週目に、イメージして、2週目には6人のグループで1人ずつに対してあなたの素敵な人は何でしょうってことで、残り5人のメンバーが1人のメンバーのその素敵なところを、伝えていくんです。で、まあ、それをまたリンゴの葉実に書いていくんですけれども、であなたにはこれだけの素敵なところがありますよっていうのをその人にプレゼントする。これをまあ6人全員に1人ずつプレゼントすると、これはその後の話になるんですけれども、実際そういった活動を通して子どもたちがどんな感想を持ったかっていうと、やっぱり自分にも良いところがあって安心したとか、より友情が深まったとか、まあ、他の人たちもやってみたいとか、まあ、そこの時点でまず自分自身の良さを知るっていうようなことで、まずは自分を知るところからスタートするのかなというふうには感じます。はい、それが中1で、中1です、はい、はい、例えばまあ中3とかになっていくと、そうですね、これは中2中3になっても、例えば、中学3年生では、友人から見た自分ということで客観的に自分のことを周りの人がどういうふうに見ているのかっていうのを知る時間があったりですとか、高校3年生ぐらいになると今度はサマーセミナーという行事の中で30人ぐらいのグループで1人ずつが発表する機会があるんですけれども、その中のテーマとして自分の大切なもの、人、言葉っていうのがあります。で自分の大切なものとか人について、こう発表するんですけれども、その中に必ず誰々のおかげで今の自分がありますとか、誰々のおかげで今私は成長できましたとか、そういったような話があります。そうするとそれを聞いていた人が、あ、私はあなたのためにそんなに役に立っていたのかとか、私の存在ってやっぱりその人にとっては大事だったんだな、これはまさに自分自身を肯定するような機会なのかなと思います。まあ、そういった場面が学校生活全般を通していろいろあるかなというふうには思います。この取り組みはいつぐらいから始められてるんですか？もう30年以上前ですか。はい、そうですね、まずはこれはもともとはその自己肯定感という言葉よりも、先ほどお話ししたように、まあ、とにかく友人関係づくりを円滑にすることで、とにかく人間関係が安定した中で初めて勉強にも集中できますし、行事にも集中できますし、部活動にも集中できますので、そういった取り組みの中で自分のことを知る、相手のことをより理解するという時間が本当に大事だなというふうには思っています。先ほど生徒様にインタビューをされていた動画を拝見したときに、そのいろんな子が自己肯定感ここで上がったかっていう質問に対してのお返事だったんですね。あれ、そうですね、私が先ほど話したようにピンときませんでしたので、とりあえずよく卒業生が遊びに来る学校なんですけれども、卒業生に自己肯定感を感じることあるっていう、ただそれだけの質問なんですが、全員がやっぱり答えましたね。こういう時、こういう時、こういう時、こういう時って、そちょっとしたことなんです。学級委員やってみないって担任の先生に声をかけられた時だとか、あなた歌の道に行った方がいいわよっていうふうに勧められた時とか、文化祭のポスターに自分の作品が採用された時だったりとか、あとは部活動でこのパートのパートリーダーに自分が任命された時だとか、本当ちょっとした瞬間ですね。はい、そうですね。
またまあ自分の話になっちゃうんですけど、自分がもしも当時自己肯定感が上がったって聞かれたら、まず最初に出てくるのは自己肯定感って何ですかっていう質問になっちゃうと思うんですよね。ああいうふうな返事、ああいうふうなこう言葉を言えるっていうことは、やっぱりこう先生方が一人一人をちゃんと見て、で認めてアクションを起こさないとそういうふうにならないと思うんですけども、なんかこう意識されてることとか共通して思う、こういうふうにしていこうみたいな指針があったりするんですか？あります。それは常々生徒一人一人には必ず与えられた能力があって、それを周りの人のために生かす使命がある。それはミッションです。でセシレはもともと幸せな人づくりというのをテーマにしてるんですけど、その幸せな人というのがまさにその自分の才能を周りの人に生かしている、それを実感できる人そのものがやっぱり幸せな人ということを意識していますので、先ほど の卒業生のインタビューの中にも、私の絵が認められた、歌が認められた、学級委員として、あるいは卒業生の謝辞を選ばれたとか、そういう答えもあったんですが、やっぱりその一人一人が活かせるような場面を学校としても提供して、その子を認めているというのは学校の雰囲気としてはあります。入学してくる生徒はおそらくですけれども6割方シャイというか、小学校の時にはどちらかというともう手を挙げたことがありませんとか、顔を上げるのも苦手でしたっていう子が結構多いと思います。ところが今高校生で例えば文化祭で活躍しているような子、実行委員長だったりとか、その周りのスタッフなんかにやっぱ小学校の時からそういって学級委員だとかいろいろ活躍してたのっていうと、ほとんどの子がいや私はもう小学校の時やっぱりそういったことやったことはありませんと、それこそマイクをもっと持つのも嫌でしたっていう話をすると、私もと。ですので、なんかちょっとしたきっかけで自分が認められて、それが嬉しくて、じゃあもうワンステップ上のことをやってみようかなっていうような、もう学校の中でもう認められながら成長していくような子が多いかなというふうに思います。先ほどこう今日ではないですけど、その職員室での様子の動画を見させてもらったんですけども、すごいなんかみんなこう集まって気軽にというか、こう先生とコミュニケーションを取っているような感じではあったんですけれども、自分の中での中高の時の学校の先生っていうものは、まあ、恐れ多いまではいかなくとも、なんかこうそんなに簡単に話しかけていい存在ではなかったんですよ、自分の時には。まあ大体そうですよね。だから雰囲気がすごいなと思ったんですけども、そういうのもやっぱこの気候での雰囲気からそういうふうに自然になっている感じなんですか？そうですね、職員室は構造的に真ん中に通路があって、職員の机がその左右に広がっている感じなんですけれども、休み時間になると生徒がもう中学1年生から高校3年生までも押し寄せてきて、もうまっすぐ歩けないぐらいに人があふれて、で、まあ、カウンター越しに質問する子もいれば、実際教員の席に行って話をしたりする子もいれば、まあ、質問してる子も多いですし、ただ単にもう話しに来ましたとか、休み時間の過ごし方を聞いてみると、教室で友達と話してます、ちょっと中庭で遊んでます、図書室で本読んでます、職員室で先生と話してますぐらいに、職員室というのは一つの生徒の居場所にもなっています。生徒からしてみればいろいろな先生と話しやすいですし、まあ、いろいろな質問もしやすい。例えば数学の質問をしても、自分の担当の先生がいなければ職員室にいる他の数学の教員にも質問ができますし、ちなみに学校長も数学の教員ですので学校長にも質問する子もいます。逆に教員の立場からしてみても、自分の教えてる学年以外の子も結構職員室に出入りするので、そのキャラクターを理解して、ちょっと今日はあの子が元気がないなとかいう時にはその担任の先生に様子を聞いたりして、まあ、一人の生徒を、まあ、いろいろな教員がこう見守っているような雰囲気は間違いなくあります。それとじゃあ例えばその誰かの生徒に、まあ、問題じゃないですけど何かこう不安な要素が出てきた時とかっていうのはやっぱ発見しやすいと思います。はい。
そうですね、まあ、もちろんよく来る子は本当によく来ますし、よく来ない子でも年に何回かは意図的にちょっと職員室で話しようよとか、それもまあ対面で話するんではなくて、まあ、ちょっと横に座って最近どうよみたいな形で話をするので、まあ、ちょっとしたきっかけは、まあ、設けているかなというふうには思います。はい、まあ、どんな6年間を過ごしたかっていうのはやっぱりその後の人生においてもとても大事なことだと思うので、セシリアの子たちって卒業生が本当によく遊びに来ますし、で卒業生同士もよく会ってるっていうことで、そのどこの大学に行ったかとかそういうことではなくて、やっぱり6年間いい6年間だったよねって言って卒業してってくれてるというのはこの上ない良さかなというふうには個人的には思います、うん、ですよね、うん、ありがとうございます。じゃあ、最後に次年度 の, その入試の変更点とかも含めて、はい、こんな生徒待ってますっていうのがあれば、はい、お話しください。来年度は2月1日の午後に算数1科目によるスカラシップ入試というのを導入します。スカラシップというのは小学生だとかあるいは小学生としての資格という意味になりますけれども、まあ、算数が得意な子にぜひ来てほしいなと。その背景はこの数年南関大学に合格している生徒という中に理系進学者が結構多くいるんですね。でその理系をより活性化したいということで、そのスカラシップ入試というのを取り入れることにしました。具体的には算数1科目なんですけれども、上位合格者1位から5位 の, 合格者に対しては、入学金と1年間の授業料免除、そして上位6位から10位の合格者に対しては入学金免除ということで、取り入れました。スカラシップという名称はやはり、その力があるということに対して誇りを持って入学してほしいなということで、その名称をまあ、あえて付けることにしました。はい、セシリアに入学してほしいなと思う子は、先ほどもお話ししましたが、6割ぐらいが小学校ではシャイだった子だなんです。だからといって別にシャイの子に来てほしいとか元気な子に、来てほしくない、そうではなくって、まあ、いろんなタイプな子に来てほしいんですけれども、ただ言えることは結構コツコツとこう学習課題を与えることによって伸びる生徒が多いので、まあ、与えられたことに対してこう誠実に取り組むことができる子、そういった子をにぜひ来てほしいなというふうに思います。中学受験の場合にはだいたい保護者の方がまずいくつかの学校を見て、自分の家庭の教育方針に合っているところとか、あるいは自分の子どもの性格に合っている学校はどこかなっていうのを見つけて、そこにあえて子どもを連れて行って、こんな学校あるよ、で子どもは子どもなりに制服がかわいいとか行事が楽しそうとかこんな部活に入ってみたいとか、そういう気持ちで学校を決めていくと思うんですが、ただやっぱりその保護者がリードしている以上、卒業した時にこの学校を紹介してくれてありがとうとか、やっぱこの学校に入学してよかったって言ってもらえれば、やっぱ保護者の人も本当によかったなと思うんじゃないかなと思うので、そういった意味ではそういう期待を裏切らない学校かなというふうには思います。分かりました、ありがとうございます。今回こういった形で自己肯定感というものをテーマにお話を伺うことができました。今回の動画が偏差値だけとか合格実績だけとかそういったもの以外で学校を選ぶ一つのいいきっかけになればいいかなというふうに思います。大橋先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。